スマブラのここがダメ。5選。その1、切断で戦闘力が上がらない。自分が気持ちよくプレイしている時ほど唐突に訪れる。ザ・ワールド身構えている時には切断は来ないものだ。切断されても戦闘力はください。その2、リプレイの早送り、巻き戻しができない。見たいシーンまで早送りできないのか。アニメの間の広告を見るくらいだるい。あと巻き戻しもできないので見逃すと時間を無駄にした虚無感に襲われる。欲を言えば10秒スキップも欲しい。その3、リプレイなかなか終わらせられない。4つのボタン同時押しがリプレイ終了のために求められる。これは和也の財布を出すよりも難易度が高いと言われている。毎回10回ぐらい試してようやく終了できる。もっと簡単にしてほしい。その4、オンラインで変なルールに遭遇する。ガチマッチやってる時に突然現れる変則ルール。中には変則ルールを使って害悪戦法を企てるスマブラーも。愉快なパーティーゲームという理念のもと、さまざまなルールが存在するのだろうが、スプラみたいにガチマッチ、そうでない試合を分けるべき。その後、コンピューが煽ってくる。コンピュー不正が煽んな。死ねえ。オンラインの煽り中に煽られても耐えられるようにという親心からプログラミングされたのだろうか。コンピューに煽られて負けた日には、とてもやるせない気持ちになる。